ったわ。さあ、朝飯でも食うか。今日は何にしようかな。いいか、そっか。Halo, Mister. Ya, halo, Pak. Sesuai dengan aplikasi ya, Mister? Ya, sesuai dengan aplikasi ya, Pak. Ya. Oke, baik. Ditunggu ya, Mister. Ya, makasih, Pak. Makasih ya, Mister. Ya, makasih, Pak. Yo. よいしょ。あのね、こっちの人がね、外国人のことをね、ミスターって呼ぶんですよ。あのね、前から結構気になってはいたんですけど、最近ね、さらになんか自分の中で気になるようになってきてね。あの、もう1年半ぐらいこっち住んでるでしょ。毎回毎回人と関わるたびにさ、ミスターミスターって呼ばれてさ、やっぱりね、こっちもインドネシアに住んでる以上、やっぱり周りのインドネシアの人たちと同じようにさ、このインドネシア社会にさ、溶け込みたいと思ってるわけじゃない。にもかかわらずさ、あの、もう外見だけでね、もうファーストインプレッションだ、この人外国人だって、あの、判断されてね、ミスター、ミスターってね、言われるだけ、結構悲しいですし、あまりいい気持ちはしないんですよね。どこ行ってもさ、モール行ってもそうだし、レストラン行ってもそうだし、コンビニ行ってもそうだし、ね、こういうね、何、デリバリーオーダーしてもミスターだし、ミスター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 、シラカン、ミスター、シラカン、ボレ、シラカン、ミスター、チャリアパ、ミスターとかね。外国人とインドネシア人を別のこうカテゴリーに分けてる感じがして、うん、あんまり好きじゃないんですこれ。はい、ということでですね、これ以外にも僕がインドネシアに住んでいて感じた外国人としての差別であったり偏見というのはですね、結構あるんです。なので今日はですね、皆さんにそれをシェアしていきたいと思います。で、まずね、あの、本題に入る前になぜこの話を僕がしたいかというとですね、こういった話って、あの、インドネシアだけではなく世界中で起こりうることで、自分もね、あの、いざインドネシアに住み始めて、まあ、外国人としてですね、まあ、こういった差別であったり偏見を受ける側になって初めて気づいたんですけど、日本でも俺も無意識のうちにやっちゃってたよなって思うことがですね、多々あったんですよね。で、これってものすごい怖いなって思って、そういうのっていじめと同じでさ、あの、いじめてる側がいじめだと思ってなくても、いじめられてる側がいじめだと思ったらいじめでしょっていう話と同じじゃないですか。だから、あの、皆さんもね、あの、知らず知らずのうちに、無意識のうちに、もしくは優しさだと思ってやってることが、実際受け手にとっては優しさではなくて、その不愉快に感じてしまったりとかっていうのがですね、あると思います。なので今日はですね、まあ、僕がその外国人として、まあ、受ける側やられる側として、まあ、経験したことを、まあ、皆さんにシェアしていきつつ、いや、日本でもこういうことはあるよねみたいなことをですね、話していきたいと思います。この動画を通してですね、あの、少しでもなんかこう、皆さんの外国人に対する考え方とか、その偏見とかが変わればいいなと思いますし、実際ね、皆さんが今後外国人の方と接する機会があった時に、あの、気をつけてもらえれば嬉しいなというふうに思います。じゃあ早速ね、行きましょうか。はい、ということで、僕がインドネシアに住んでいて感じた外国人としての差別偏見、その1、大げさなジェスチャー好きでゆっくりと話しかけられるということです。これはですね、かなり不愉快なんですよ。でもこれやりがちじゃないですか。やっちゃいがちだと思います。これ本当に日本でも、この動画を僕が作りたいなと思ったきっかけになるようなことがですね、あって、あの、僕が住んでる、まあ、このマンションの1階に、あの、コンビニがあるんですよ。インドマートっていうですね、まあ、この間動画上げましたけれども、そのインドネシアのコンビニがあって、まあ、よく行くんですけども、まあ、そこで働いてる店員のですね、まあ、女性というか、まあ、若い女の子がいて、まあ、レジの店員さんですねがいて、僕がね、会計をするときに毎回ですね、こういう風に話しかけるんです。ジャリトダニャラパンプルリブミスターアダドゥアリブプラスティックモディバカーイ。これね、めちゃくちゃ腹が立ちます。100歩譲って、あの、すでにね、僕とその彼女の間に会話のキャッチボールがあって、で、僕が彼女の言ってることが分からなくて、簡単な言葉を使ってゆっくり話しかけたりとかで、その中でこうジェスチャーをつけてくれる分には全然いいと思いますよ。なんですけど、まあ、これ彼女に限ったことじゃないですけど、よくあることなんですけど、もう僕の見た目だけ、僕が一言も話す前から、僕の肌の色とか身長とか、その
顔つきとか髪型とか目の色とか服装とかもう外見だけで、あ、この人は外国人なんだ、この人はミスターなんだ、ミスター外国人イコールインドネシア語ができない人なんだっていう無意識の先入観が離れちゃってるんですよね。これはね本当に不愉快ですよ。でやっぱりこれ日本の場合はどうかって考えてみると、やっぱり、ね、日本でもねあると思います、あると思います、あると思います。はい、例えばなんかこう店員のおばさんが外国人のお客さんに対してタメ語でゆっくり話しかけてる光景ってなんかね、あの結構見覚えがあって、そこら辺もやっぱり非常に難しいですよ。やっぱりあの僕のさっきのケースじゃないですけど、僕のインドネシア語のレベルが低かった場合は全然 OK になると思うんですよ。なぜなら僕が理解できてないから、それに合わせてその言語レベルを下げてくれるっていうのはいいと思うんですけど、やっぱり一番やっちゃいけないのが、そのこの人は外国人だから、外国人イコール日本語喋れないんだっていう先入観で、もう最初の入りからそういうふうにですね、あの大げさなジェスチャーをつけたりとかゆっくり話しかけられちゃうと不愉快に思います。なぜならその外国人の人もあの日本に対してある程度やっぱりポジティブな気持ちを持って日本に来てで住んでくれてるわけですし、日本語を勉強していきたいというふうに思ってるでしょうし、日本の文化であったり生活様式を学んでいって周りの日本人と同じように社会に溶け込みたいというふうに思ってるはずです。それにもかかわらず行くところ行くところ、毎日のようにですね外国人扱いされて、ゆっくりねこうやって2000円200円あるとかに言われたらね、腹が立ちますし、じゃあ自分は日本社会には溶け込めないんだっていうふうにね思っちゃいます。はい、なのでこれはですねぜひ皆さん気をつけてほしいです。はい、ということで次、はい、ということで僕がインドネシアに住んでいて感じた外国人に対する差別や偏見その2、やたらと頑張って英語で話しかけられるということです。これはね結構嫌ですね。これはね本当にどこでも起こりうります。タクシーに乗ってもそうだし、レストランに入ってもそうだし、どっかねスタバとかマックスコーヒーとかカフェに行ってもそうだし、でこれもですね、その100歩譲ってこう先にこうインドネシア語でのこう会話のキャッチボールの試みが何度かあって、でそれに対して僕は理解できないから英語で話しかけてくれる分には全然いいと思いますよ。まあそんなことはほとんどないですけどね。往々にしてほぼ 100% 英語で話しかけられる場合はもう外見だけ、もう僕の見た目だけで外国人だと判断されて、あ、はい、またですね、外国人ミステルですね、外国人ミステルはインドネシア語できませんねっていう思い込み、この先入観でそういうことされちゃうんですよ。でこれがね、もし仮にその旅行とかで来てる場合ね、全然そう不快に感じることはないと思います。ただですね、こっち住み始めて1年ぐらい、1年、まあ、半ぐらい経つでしょう。これがね、毎回毎回ね、カフェに行くたびにこういう風にね、やられちゃうと、あの本当に不快だし、あの何にも悲しいですし、僕もインドネシアが好きでこっちに来て、だからこそインドネシア語を学びたいと思って勉強してますし、インドネシアの文化もそうだし、このインドネシアの社会に溶け込みたいと思ってるにもかかわらず、周りの人からですね、毎回毎回あの外国人扱いされて英語で話しかけられるとですね、あ、周りの人はインドネシア人と外国人を別個で考えてるんだ、だから俺はインドネシア社会には溶け込めないんだっていう風にね感じちゃうんですよね。本の場合もほぼほぼ全く同じようなことが起こってるんじゃないかなと思います。何せ各位僕も昔は外国人を見たらとりあえず英語で喋りたいっていうふうに思ってた人でした。今思うとね、これはね、あの良くなかったなと反省してます。うん、特にね、こうなんか海外に興味がある人とは英語を勉強したいというふうに思ってる人なんかはですね、割とやっちゃいがちなことだと思います。僕もやっぱりね、英語で話しかけること多いですけど、結局俺はその第一という人間として見られてるわけではなくて、外国人、日本人、良し良いアジア人、日本、ジャパン、オランジュパンがいるから話したいっていうふうにね思ってるのがもう見え見えなんですよね。だからこそ悲しいですね。本当にこれは僕もね、日本に今度帰った時は気をつけようと思います。なので皆さんもですね、ぜひ気をつけてください。お願いします。はい、じゃあということで最後、僕がインドネシアに住んでいて感じる外国人に対する差別や偏見その3、うん、これかなり具体的なんですけど、僕が例えばインドネシア人の人とレストランとかに行った時に、店員さんがですね、全く僕のことを見てくれない、全く僕に対応してくれないっていうか、例えばね、僕がインドネシア人の友達と2人でインドネシアレストランに行ったとしますよね。でそれぞれね、あの頼みたいものを決めて、じゃ あの店員さん呼ぼうかって話になって店員さん呼びますよね。で僕が例えばそのナシゴレンサトウヤムかって言ったとしますよね、まあ、ナシゴレン1つくださいって言った時に、その店員さんはですね、僕のことを見ずに
その僕のインドネシア人の友達に、あ、ナシゴレン一つですねっていう復唱をするって、これはね本当によくあります。僕は外国人だからインドネシア語わからないと思って対応してるんでしょうね、うん、その優しさから何かこう間違いがあったりとかしたらいけないからっていうんで僕のことを見ないんでしょうけど、でもねやられる側からしたらですね、やっぱり結局あ外国人だからなんだと、これね本当ね日本でもよくあると思います。あの注文内容間違っちゃいけないからって言ってその隣にいる日本人の人に話しかけちゃったりとかね、これはね、でもねやられる側からしたらね本当にね辛いんですよ。だから皆さん注意してほしいですね。はい、はい、ということで今回はですね、僕がインドネシアに住んでいて感じる外国人としての差別や偏見を話しました。はい、この動画を通してですね、皆さんにとって何かこう気づきであったり学びがあれば非常に嬉しいと思いますし、もっと言うとね、もう日本全体でですね、そういう外国人に対する偏見とかこう差別とかが少しでもですね、変わっていけば嬉しいなというふうに思います。じゃあ今日も動画最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。 Bang!